伊予三島駅は、愛媛県四国中央市三島中央三丁目にある四国旅客鉄道、日本貨物鉄道予算線の駅である。駅番号は Y23。駅表示パネルのコメントは、製紙工場の煙突の見える四国発の京城駅。短式一面一線と島式一面二線、計二面三線のホームを持つ地上駅。有効長の短い端式の三番ホームは、 特急列車を対比する普通列車のみが使用する。四国で初めて建設された京城駅舎を備える。友人駅で緑の窓口がある。JR 貨物の駅は専用線発着コンテナ貨物のみの取扱い駅となっている。大王製紙の専用線が駅から分岐しており、三島工場の専用線倉庫が専用線脇に設置されている。 この倉庫からコンテナによる紙製品輸送などが行われている。かつては有害者による輸送が行われていたが、1988年にコンテナに切り替えられた。専用線の分岐点は、ホーム周辺の側線ではなく、駅から東へ 1km ほどの本線から分岐している。貨物列車の入れ替え作業は JR 四国に全面委託されている。貨物列車は、 一日一往復高松、貨物ターミナル駅との間に高速貨物列車が運行されている。一日平均の乗車人員は以下の通りである。2011年度の年間コンテナ発送量は116,866トン、到着量は3,200トンであった、駅前風景新宮園、四国交通バス新宮線、阿わ池け大気の新宮診療所前から、連日。 茂げるちの区間は四国中央市福祉バスに転換され、1日に往復、盆、年末年始を除く月、水のみの運行となっているので注意されたい。ありがとうございます。